広島市中区立町にあった画廊フクロウのオーナー四条美代子さんの収蔵作品を公開したフクロウコレクション四条美代子の目と愛展が廿日市市宮内のアートギャラリー宮内で開催されています。今回の企画展では1966年から86年まで広島市内の繁華街にありました画廊フクロウのオーナー四条美代子さんのコレクションを展示しています。会場には約200点のコレクションのうちおよそ80点を展示しています。こちら入野忠義さんの、作品になります。劣化と呼ばれる作品のシリーズで、こちらご覧いただけるように、裂け目であるとか、うねりであるとかそういったものを書かれており、入野さん自身はこちらの作品シリーズによって、広島を表現していたと言われています。こちらは、カニと題された、油絵になります。福井さんは、広島で、原爆が落とされて初めて絵を、描いたと言われている作家さんです。でこちらの作品は、四条さんもとても気に入っていたと言われており、四条さんの自宅の玄関先に飾られていた話もあります。会期中の4月22日の日曜日にトークイベントを開催します。出品作家の久保俊寛さん、多田仁光平さん、矢部野圭一さん、そして美学者のカナタ進さん、本展監修の出原仁さんをお迎えいたします。このトークイベントでは四条美代子さんがどういった方であったか、また画廊フクロウではどのような展示が行われていたかなどお話を聞いていきます。ぜひ皆さんお越しください。フクロウコレクション四条美代子の目と愛展は5月13日まで開催されています。よろずカメラクラブの会員が撮った力作46点が府中町にあるクスノキプラザの1階ギャラリーで展示されました。よろずカメラクラブは府中南公民館を拠点に活動する団体です。70歳から80歳代が中心の男女23人が所属しています。作品展を主催したのは秋府中文化協会です。秋府中文化協会は府中町で活動する23の団体が集まって作られています。今年は油絵を描いた赤レンガ、夕凪俳句クラブ、空城川柳会、そしてよろずカメラクラブの4団体がおよそ120点の作品を出展しました。藤の花が降り注ぐ光景を写真に収めたのは木田俊忠さんです。雨上がりで地面がぬかるむ中、限界まで腰を低くしてこの構図を狙いました。日帰りツアーで藤を見に行くというツアーがありまして、ドームになっとるところに丸い下から見ると丸い藤の花が垂れてたんで、人を配置して撮らせてもらったんです。藤田武雄さんは庭に咲いた美容柳を撮りました。望遠レンズを使い、花弁の先端まで細かくピントが合っています。楊貴妃も非常に愛した花だと、で楊貴妃のまつげに似てるというような話もありましてですね、焦点を花弁の一番先端に合わせにしたんですが、細かいもんですからなかなか合わなかったんで、これで何枚か撮りましてですね、出すことができるものが出たわけなんですよ。もう年々やっぱり撮り方が
うまくなってきたといいますか、諸先輩の努力で、まあ、ここまで来たんですが、今年でちょうど30周年ということになります。まあ、30周年を迎えるにあたっては、この10月に改めてですね、よろずとしての写真展もこの場でやりたいと思っております。南区の広島港公園周辺と二の島を会場に広島港フェスタが開かれ、多くの家族連れが訪れました。広島港フェスタは広島の海の玄関口である港周辺の活性化を図ろうと毎年開かれています。港でつながる海と島と人をテーマに、海や港にちなんだ体験型イベントが充実しています。二の島会場ではバームクーヘン作り体験や焼き牡蠣の販売など、二の島の魅力が詰まった催しが企画されました。広島港から二の島会場へは無料の貸し切りフェリーが用意され、およそ300人が乗り込みました。二の島に音楽を運ぶ船の乗船券は音の出るものです。二の島の桟橋が見えると、元宇品和太鼓クラブの演奏に合わせて、それぞれが持ち寄った楽器を鳴らしました。二の島会場は港の隣にある桟橋待合所周辺に設けられました。体験イベントではレンタル自転車での島内巡りや、島のゆるキャラ、コフジンのグッズがもらえるスタンプラリーなど、5つのイベントが用意されていました。このうちバウムクーヘン作りでは、竹に塗った生地を炭火で焼く昔ながらの製法を体験することができました。下に落ちないように集中集中学ぶ。日本でバウムクーヘンを普及させたのは、ドイツ人菓子職人のカール・ユーハイムです。カール・ユーハイムは第一次世界大戦中に捕虜として収容された二の島でバウムクーヘンを焼いていました。二の島は日本で初めてバウムクーヘンが焼かれた場所で、バウムクーヘン発祥の地とされています。あったかくて美味しいです。回すのがきつかったけど、で回すことができました。体験させていただいて、作ったんで、非常にレモンの味がしてさっぱりとして美味しかったです。飲食ブースには二の島特産の牡蠣を使った焼きそばや焼き菓子など12店舗が並び、多くの来場者でにぎわっていました。初めて二の島に来たんですけど、良かったです。美味しい。もう美味しい牡蠣もいただきましたので、はい、もう満足でございます。二の島がたくさん盛り上がってとても楽しかったです。牡蠣もとても美味しかったです。